ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。ジュリーク・アンセル、カノセル。仮想階級は入れないことになっている。正直、あなたをどう扱うべきかわからない。早くここを出た方がいい。すいません、仮想階級で。すぐ出ますので。ゴンファローネ湾の宝石ナビール城はシストレス諸島の支配者の拠点となっている。これより眺めのいい要塞は少ない、これだけ陰謀にさらされる要塞も少ない。あ、いるね。どうせだから楽しもう。レディ、今もラスタフェルドレッドが好きかね。ええー、そうね。ありがとう、バカロキョ。ちゃんと貴族と交流してきて。覚えておいて、小さなことでも重要な手がかりになるかもしれないわ。いやー、素敵なお城ですな。ちょっと撮る？急げる。これで撮ろうか。いいね。ちょっとじゃあいる人と話してみます。召使い、こんにちは。こんにちは。レディ・レイラー・ミロリ、エリア女皇爵のパーティーに招かれるなんて光栄だわ。自分の一族しか入場を許可しないと聞いてるもの。あの城に足を踏み入れ、ハイアイルで最高位の貴族と肩を並べられるなんて。なるほどね、うん、今日は特別なんですか。名もなき貴族。貴族は話しかけても無視だね、やっぱり。もらえない、これ。あ、ちょっと挟まれちゃう。バカロ教、残念だ。状況が違えば素晴らしい機会となっていただろうに。せんなきことか。どうか調査は穏便に進めてもらいたい。貴族たちを敵に回したくはないからな。わかりました。着いたわね。さあ話を聞いてきて。私はここで顔を知られている。あなたのことも知られているはずよ。まあね。エリア女皇爵、ダマード伯爵、ヨンネ子爵とは必ず話してきて。他にも興味のある人がいたら話しかけて。わかりました。そうか、そんな感じだったね、うん、ヨンネ・モナード子爵、この人だ。なんかこんな格好ここではよろしくないのではない。ちょっと着替える。うん、ちょっとやっぱりね、
にはいくら注意しても足りない。4年モナード爵、ちょっと待って。バリス・モナードを短爵。上級王エメリックがどこかは知らんが、女皇爵のワインと吟遊詩人が楽しまれていると知れば喜ぶはずさ。どうやらいらしてない様子ですね。初めてお目にかかる4年モーナードだ。以後よろしく。私の一族は海運業をやっていてね、本土から品物を輸入し、諸島からタムリエルの市場へ商品を届けている。君はレディ・アラベルと働いている捜査官だろ。そうだ、レディ・アラベルを支援している。どうして知った？女皇爵はお前が到着する直前に全て説明してくれたよ。レディ・アラベルが我々に相談していたら状況は違っていただろう。無鉄砲な船長たちがハイアイルに近づけば危険が生じるのは当然だ。彼女の船団は単に準備不足だったのだよ。危険な海のせいで船が難破したんじゃない。超越騎士団の仕業だ。超越騎士団とかいうたわごとを信じているのか？タムリエル中の政府の転覆を目論む怪しげな騎士団だと。それは陰謀論というやつだ。デュフォート家の傷一つない家名を守るための便利な創作さ。デュフォート家のことをよく知っているようだな。あ、デュフォート家のことをよく思っていないようだな。エリアはハイロックに取り入って地位を手に入れた。そして彼女はバカロ教の揺るぎなき者の会をこれ見よがしに支援した。だが和平交渉を頓挫させ各国の首脳を死なせたんだぞ。非難を受けなきゃならないだろうに彼女は決して非を認めない。なぜモーナード家とディフォート家は反目している？我が一族は何世代にもわたって諸島を統治してきたが、デュフォートは我々の風下に立たされていることが不満で何年も宮廷工作を続けてきた。そしてアブリッペ王子が秘密裏にランセル王を支持した時、その努力が実を結んだわけだ。どういうことだ？上級王は王子から公爵の地位を剥奪しデュフォート家に与えた。とんでもないことだ。全く我々はランセルの戦争に全く加担していないというのに。幸い全てがデュフォートの望み通りになったわけではなかった。我々の資産はほとんど維持されたので、奴らははがみをしているのさ。モーナード家の家長なのか、あなたが？とんでもない。その名誉はいとこのレオナードのものだし、あいつにくれてやる。そんな責任はいらんよ。私はここハイアイルで自分の仕事をしているだけで満足だ。事業や一族に関する心配はいとこの伯爵に任せておくよ。なるほどね。あそこにダマード・デュフォート伯爵いるね。まあ、いろんな人とちょっと話してみましょうか。レディ・ミリエッテ・ベロイーズ。あら、どうも。あれ？イソベル。イソベルと同じ名字の方だけど。関係者かな？オズバート・バーセル卿。上級王エメリックと話せると思っていたのだがな。ま、この素晴らしい宴に参加できるだけでもよしとしよう。エリア女皇爵に感謝せねばな。話しちゃうかも。ダマード・デュフォート伯爵。無駄にも程があるな。普段でさえ貴族の虚栄心には嫌気がさしてるというのに、ましてやこの状況だぞ。我々全員がなすべきことは他にあるはずだ。あら、この人はなんかちょっと違う。君も同意してくれるのではないかな。バカロ教とレディ・アラベルの助手をやっているものだろう。そうだ、レディ・アラベルを支援している。情報通だな。私は問題の処理に追われているのだが、告白しよう。実はエリアが君について話してくれてな。私はダーマード伯爵、女皇爵の兄でデュフォート家の宮廷魔術師だ。なるほど。聞かせてほしいのだが、突然吹き荒れた嵐について君の調査で何か分かったのか？ああ、おそらく代表団の船はそれで遭難した。私もその説に賛成だ。妹は辺境で盗賊騎士どもを追跡しているようだが、私はハイアイルに暮らすドルイドを疑っている。ドルイド？文明社会にほとんど愛着を持っていない連中だ。奴らの仕業かもしれない。
ドルイドと嵐はどんな関係があるんだ？私は嵐が自然発生したものだとは思っていない。まあね。ドルイドは古の魔法を用い、霊魂を操る。奴らの力なら、あのような嵐を呼ぶことも可能だ。連中はほとんど外部に干渉しないが、陰謀の匂いを感じる。奴らは容疑者だ。私の言葉を覚えておけ。わかった。宮廷魔術師。魔法はブレトンの遺産だ。若い頃は馬上で過ごし、剣と槍の腕を磨いたよ。だが真のブレトンとなるには、武技と魔法、双方の資質を磨かねばならない。なるほど。そしておそらく、ドルイドの道もだ。双方の資質？我らブレトンの祖先は、ハイロック氏の初期に交雑したネードとエルフに遡る。だから私たちの血には魔術の力が流れており、皆が何らかの魔術の才能を持っている。私にとっては興味深くてね。だからそれを活用することにしたのだ。ブレトンの名家には全て宮廷魔術師がいるのか？いいや、中には伝統を忘れた家もある。私に魔術の才がなければ、妹も宮廷魔術師という役職など気にも留めなかっただろう。肩書きを持つ私でさえ、魔術に関わる時間より、ディフォート家の権益を管理する時間の方が多いのだからな。ふん、まったく、ひどい話だよ。なんかちょっと、他の人たちと違うね、この人は。で、こっちは、モリック・ジラーデ教。おや、少々場違いな奴が現れたな。私はモリック・ジラーデ教だ。なんかちょっと屈強な感じするね。鎧を着てるよ。革鎧。金融詩人アディス・テア・ビレイン。メリナンセ。ハイアイルの王族には見えないわね。会議のために来ているんでしょ。私はアルドメリドミニオンの先遣代表団に同行していたの。でもアイレン女王がいないとなると、会議に出席する意味はあるのかどうか。なんかこんな人が参加していいのかな。絶対なんか問題起こしそうだな。ナダリドラ。こんなことを言っては失礼かもしれないけど、あなた、ここでは場違いに見えるようね。この者も同じよ。ナダリドラは成功を収めた商人だけど、偉大なる君主や貴婦人じゃない。なるほど。さて、エリア・デュフォート女公爵はどちらに？上にいるのかな。バカロ教が到着なさいました。どうやら上にあのレディ・アラベルをお連れです。ヘルシアン・スタロ。お前、あの捜査官もどきの仲間か。こんなところで何か見つかるとでも思っているのか。とっとと、あの盗賊騎士どもを探しに行ったらどうだ。ゴンファローネ湾の裏通りを探すといいかもな。あそこにはたくさん犯罪者がいる。捜査官もどき？レディ・アラベルは見事な経歴の持ち主だ。つまり過去のことだろう。もう旬は過ぎている。私には彼女のやり方が理解できないよ。代表団が行方不明だというのに、ここで質問ばかり繰り返し、女公爵の賓客を苦しめてどうなる。状況には我々が適切に対処している。具体的にどのような対処をしているんだ？基地の反逆者はすぐに捕らえ、尋問するよう騎士へ指示し、情報提供者には多額の謝礼を用意している。犯罪者はちょっとした金ですぐ同業者を裏切るからな。超越騎士団とやらもこの調査の網からはいつまでも逃れられまい。エリア・デュフォード女公爵。ナビール城へようこそ。あら、美人さんだ。レディ・アラベルの助手だな。ならこの祭典が外面を取り繕うために開かれていることは知っていよう。名誉ある賓客たちがまだ見つかっていないのだ。心配はいらぬ。この陰謀を仕組んだ連中には遠からず裁きを下す。超越騎士団を知っているのか。
私の島で起きていることならほとんどのことは知っている。確かに最近まで奇妙な騎士たちに関する報告と超越騎士団とを結びつけてはいなかった。同じものだと分かったからには速やかに服従させる。同盟の指導者を見つけるため役立つようなことを知りませんか？レイリー・アラベルと貴様は手を引き、この剣は私の手に委ねよ。我が騎士はすでに超越騎士団が集う場所を特定した。今こうしている間にも行方不明の来賓を求めハイアイルをくまなく捜索している。ハイアイルの貴族が超越騎士団を支援していると考える根拠があるであるからこそこの件は慎重に進めたいのだ。なるほど。モーナード家が裏で糸を引いているやもな。彼らは戦争から距離を得ておる。そして我が一族に追い落とされたのを未だに根に持っているのだ。奴らならやりかねん。モーナード家についてもっと教えてほしい。隣人について語るならば用心しなければならぬ。とはいえモーナード伯爵が我が一族を目の敵にしておることを知らぬ者はおらぬだろう。その昔彼の父はエメリック上級王と敵対関係にあったショーンヘルムのランセル王を講演しておった。エメリックはそれを忘れなかったのだ。でエメリック上級はどうした？罰としてアブリペ・モーナードから公爵の地位を剥奪し私の父に与えたのだよ。伯爵位の維持と党内の資産の保持は許されたがな。だがシストレス公爵となったのはデュフォート家だ。なるほど。デュフォート家についてもっと教えてほしい。我が一族は代々船を作ってきた。我が造船所では西の海を渡る最高の船が作られておる。協力への恩賞としてデュフォート家はエメリック上級王よりシストレス公国を下賜された。我々はあらゆるものに慈悲と恩情を持って統治しておる。無論モーナード家に対してもな。なるほどね。とジャカーンがいるのか。なあイケてる友よ。おっと少し一服するか。おお、イケてない友よ全然忍べてないじゃないか。じゃあじゃあ一杯もらおうか。俺がこの夜会を見逃すはずがないだろう。聞いてくれ、確かな筋からの情報がある。とっても親切な部屋係からだ。なるほど。どうやら女公爵も超越騎士団について調べていたらしい。そこでいい計画を思いついた。どんな計画だ、ジャカーン。おい、今はジャカーンじゃない、ウェイターのフレドだ。変装してるんだぞ。それは知らなかった。メイドのことは話しただろああ彼女は女公爵の秘書でね、うん、女公爵が極秘の品と一緒に機密書類を隠してる場所を教えてくれたんだ。なるほど。女公爵から調査について聞いた。どんな計画がある？貴族や上級スタッフは駒使いに気を止めないからな。偉そうな執事のヘルシアンから簡単に鍵を拝借できたよ。俺が陽動するからその間に隠し場所を見てきてくれ。なるほどね。北東の扉の向こうのどこかにエリア女公爵の私的な書斎があるはずだ。でどんな陽動だお前のは。衛兵を扉の前から引き離すよ。あんたも一つ手伝ってくれ。よろめきとふらつきって曲を演奏してくれるよう吟遊詩人に頼んでほしい。お気に入りの曲なんだ。あとはこのジャカン様に任せとけ。わかった。ちょっと一曲頼んでいいか。何か用かい？よろめきとふらつきという曲を弾いてほしい。おっと、要望は受けられないよ。エリア女公爵から彼女が聴きたい曲のリストを許可してもらっているんだ。その曲は入っていない。きっと気づかれはしないだろうけどね。誰も音楽を聴いていないようだし。なるほど。どうしたら曲を弾いてもらえる？実は気になっている女性がいてね。レイラという人だ。高貴な人でね、私からしたら高嶺の花だ。いつもなら同じ部屋にいることすら許されない。彼女にこの手紙を渡してくれるか。突き返されたとしても自分の気持ちを伝えたいんだ。なるほど、分かった。手紙をレイラに届けよう。どれが彼女だ、それで。宴で一番麗しい女性だ。黄金の小麦のような髪、海のように青い瞳、日の出の浜辺のように白い肌。
そしてそばかす、そばかすまであるんだ。失敬。赤いドレスを着て髪に花を刺したご婦人。はいはいはい、最初にあの話しかけた子だ。下にいるな。くれぐれも武器は磨いておけよ。あの子だね。レディレイラー、あなたに届けたいものがある。あら、こんにちは。今あのアディステアという吟遊詩人と話してた。ああ、あの人が私のことをチラチラ見ているのに気づいたの。お父さんは許さないだろうけど、でも、いえ、なんでもない、忘れて。おっと、両思いだな。アディステアにこれを渡すよう頼まれた。あの人が手紙を。そうだ。素敵、直接話しかけてくれればいいのに。でもどう思われるか心配したのね。私の家族は許さないでしょうし。手紙はこっそり読むわ。ワクワクする。ありがとう。よかったね。どうやってチラチラ見てるのが分かったんだろう、ここから。すごい視力だな。あと絶対見えないけどな、影に隠れて。まあいいや、手紙を届けてくれたのか。なんて言っていた。彼女は喜んでいたか。ああ、彼女は喜んでいたよ。本当に。マーラの恵みにかけて正式なお付き合いを許してくれるといいが、彼女にふさわしい男だと彼女の父親を説得したい。よし、約束の曲を演奏しよう。何だったっけ。よろめきとふらつきだ。愛にあふれている時ぴったりな曲だ。よし、すぐに弾こう。うん、頼む。ありがとう。お集まりの皆々様、この歌と踊りは王族の中で最も豊満な胸と最も美しい曲線美を誇る妖艶なるエリア女公爵に捧げます。何を。すぐにそこから降りろ、ふざけるな。あいつまた上半身裸になったぞ。なんで脱ぐんだよ、すぐ。ジャカン。いいね。ケツプリプリさせて。で、どこから入るって言うんだ。あれか、確かみんなの注目を集めている。オズバートに見られてしまわないか、これ。大丈夫かな。よし、あ、敵として出てくるんだ、やっぱり。どうやら見つからないようにしないといけないね、これ。ドロチョロするんかい。いや、見て回りてえな。盗むならねえぞ。で、どこを見たらいいの？ここね。はいはい。イソベラはこういうのいいのかい？うん、やつ移動すんのかな？ちょ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 、あ、見つかっちゃった。イソベル待て。できれば戦いたくなかったんだけど、仕方ない。イソベルがやるってんだったらやるしかあるまい。案内係、お話できない。お話できません。
す、いいな、このシャンデリアいいな。お前はアレンシアでレジスタンスと一緒だったな。輝く月の五加護。はいはいはい、思い出したぞ。リーパーズマーチな。戦いは終わった。完全な泥棒だな。これ調べ、あ、調べられた。マイソベルが怒り出さないってことは正しいことをしています。間違いない。あんまろくなもんが手に入らんな。ロックピックめっちゃあんなこの子。貴族のお城なのにバナナ入ってた。おっと、いたか。よし、お、あ、レシピか。なんかこう家具のダークエルのブックケース、おいくらのやつ。あんまり、うん、値段あるやつじゃなかった。まあいいよ、こんなことしないでいこう。でも調べちゃうんですよね。調べちゃうんですよね。何かを求めて調べちゃうんですよね。ああ、ちょっとなんかいいな、この。なるほどね。これだ。レイリア女公爵の書斎。ヘルシアンの地図。何の地図だこれは。何かを記しているね。ハイアイルの島のいずれか。これは先月妙だ。シストレスの衛兵はハイアイル中で、通常の強盗が減少しているようだと報告している。衛兵の考えではどこかの新しい野蛮の、族長が、あ、野党か。野党の族長が島の無法者たちを集めて統括しているらしい。英出ヘルシアンに調査を命じた。2週間前、ハイアイル中の強盗は再び増加し、耐えられないレベルになった。この無法者たちは以前よりも強く団結し、かつてないほど強力に武装している。ヘルシアンの報告によれば、平民たちは超越騎士団と名乗る、民の騎士団の話を伝えている。私に言わせれば法を破る反逆者どもだ。この超越騎士団とかいう強盗がディフォート家の利益を脅かすなら私も対策を取らねばならない。執事ヘルシアンは情報筋からの報告を超越騎士団の活動分布図にまとめてくれた。彼が連中の活動をそれぞれ調査する予定だ。2日前、超越騎士団の連中は思っていたよりも野心的だ。
何者かがハイアイルの北東の海岸沖で巨大な嵐を召喚した。それで上級王エメリック、アイレン城、スカルド王ジョルンの息子をバクハロ教の和平交渉へ送るために乗せていた船が破壊された。タムリエルで最も力のある統治者たちがここの海岸沖で溺れ死んだかもしれないのだ。だからヘレシアンの密偵にこのグループを見張らせておきたかったのだ。これほど大きな不測の事態は全く受け入れがたい。この脅威について知っていたら何かできたはずなのに、せめてこの状況を有利になるよう利用できたかもしれない。何？え？急げ。おっと、浪人となるがいい。タムリエルの救済はこれより始まるのだ。我らに加われ。さもなくば消えよ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。雷と溶岩が新たな時代の到来を告げるのだ。やばいね。これはやばいよ。かなりやばい。私たちの旅は終わらせない。そうだな。入れない。中庭がちょっとネズミだった。二人ともテンプラ。中には。おい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 。どうなってやがる。死んでるのはでも哨戒兵たちだけだな。他の奴らはどうした。警告だ。誰も我々からは逃れられない。超越の魔導士。そこをどけば新たな体制での地位を約束しよう。だが邪魔をするなら屈服させるだけだ。とりあえずこの施設しまおうか。他に製造者は。ジャガン、上、切ろう、上を。このパーティーをぶち壊そうと考えたのは俺だけじゃなかったみたいだな。あれは超越の魔導士じゃないか。奴は諸島の権力者に邪魔をするなと言った。実際貴族どもは言うことを聞くかもしれない。だが俺たちは違う。そうだろ。まあな、その前に服を着ろ。私は無事だ。運よくレディ・アラベルが近くにおり、ボートどもから守ってくれた。残った貴族は無事城の中へ逃げ込んだ。あ、よかった。この悪行にどう対処すべきかレディ・アラベルの意見を聞いてみてくれ。わかった。レディ・アラベル。ああ、よかった。無事だったのね。どうやら敵は出席者全員にメッセージを送ることにしたらしいわ、うん、服従か死か、お決まりの文句ね。超越の魔導士が入ってくる前に何か役立つ情報は見つけられた？エリア助行者は超越騎士団のことを調査している。彼女のメモがここにあるよ。なるほど。ふん。エリア助行者の調査はあまり進んでいないようね。彼女が掴んだ手がかりは私たちの方がうまくいかせそう。時間を無駄にできないわ。超越の魔導士が真の力を誇示したんだから。どういうことだ。奴が嵐を放った時、地面が揺れたのに気づいた。ああ、結構揺れたね。あんな魔法は見たことがない。どういう仕組みかわからないけど、あいつの嵐の魔法が地震を引き起こしているんだわ。奴が同盟の指導者たちを発見していないのが救いよ。まだ時間はある。同盟の指導者を抑えていないとなぜわかる。超越の魔導士がわざわざ威嚇してきたからよ。
必要なものが揃って誰にも止められないならわざわざ G 行為をする必要はある？確かに王族たちは逃れたのよ。どうにかしてね。けれど彼の魔法はハイアイルを悩ませている問題に加えて溶岩の裂け目がそこら中に開き始めたの。確かにね。超越の魔導士の魔法に伴う大地の振動や嵐のことを考えるとこの噴火を引き起こしたのは奴なの。そんなことできん。私の邸宅に戻って見つけたものをもっと詳しく調べましょう。わかった。マンドラバカロケオ、揺るぎなき邸宅へ戻るのは危険でしょう。バカを言うな。私は逃げも隠れもしない。無論警備は固めるが家から追い出されてなるものか。いいでしょう。後で様子を見に行くわ。ジャカン、行くわよ。それからシャツを着なさい。だから言ったんだよ。マンドレイク邸に戻ろう。なんか気な臭くなってきたぞ。ちょっとお待ちください。今ヤクルトを飲みますんで。よし、先にちょっとこの洞窟行きたいなと思ってない。ちょっと寄ってっていい？でももうちょっと待とうかね。もうちょっと待とうかね。二度手間になる可能性があるからさ。とりあえず戻ろう。いいよねこの像ね。欲しいな。あれザジがいるぞ。見ろ、巨像が。ああ、振動が大きくなってきているな。島中で火山による亀裂が開いていると聞いたぞ。嵐の次は火山か？見た今。超越騎士団の仕業に違いない。奴らを買いかぶりすぎだ。ゴンファローネの巨像を破壊したのは地震だぞ。そうだ、超越の地震だ。ザジは知ってる。間違いない。悪い兆しだ。我々の隠れ家を海の船に移した方がいいんじゃないか。それも危ない。ザジはこのままじゃ島全体が崩れ去ってしまわないか不安だよ。ズド船長、私は長い年月の間に数回ハイアイルを訪れている。大地がこれほど荒れるのを見たのは初めてだ。危険な予感がする。ザジが正しかったのか。超越騎士団がこの地震や噴火を引き起こしたのだろうか。超越の魔導士は古い体制が嵐と炎で消し去られると言っていた。嵐と炎？ああ、物騒だな。超越の魔導士が強力な嵐の魔法を使えるとしたら地震や火山の裂け目も起こせるということか。考えただけでも腹立たしい。レディアレベルは嵐と火山の動きの関係を疑っている。ザジの心配は正しかったか。超越騎士団が火山を活動させられるとしたら記念碑を失ったことなど些細な話だぞ。レディアラベルは中にいる。彼女にはいい案があるかもしれない。
よし、話を聞こうじゃ。あんなでかいもんが崩れると思わなかったな。ハイアイル貴族の誰かが公に罪を認めてくれればと思うんだけど、期待しすぎかしらね。まあいいわ、少なくともエリア女公爵は除外できる。うん、そんな感じだね。彼女のメモを見れば代表団の船への襲撃に不意をつかれたのは明らかだから。あとはこの地図ね、興味深いわ。で、地図はどうだ。この地図が本当に超越騎士団にとって重要な場所を示しているなら、今までで最高の手がかりよ。うん、これは感謝の証。これからも手を貸してもらえれば、じきに王族を見つけ、騎士団の黒幕を解明することだってできるでしょう。そうしないとね。そうね。ちょっと待って。あ、ちゃんとなってる。ハイアイル、この地図が本当。あなたが手に入れた地図には、上級王エメリック、アイレン女王、イルンスカー王子を探すのに役立ちそうな手がかりがいくつかある。ああ、なるほど。それで参加者なんだ。捜査官ベール風に言えば、いつだって謎が現れるといったところかしら。さあ、取り掛かりましょう。で、地図の場所の中で知っているところはあるか。一つはデュフォート造船所ね。うん、新しい船を建造する場所よ。もう一つはストーンロア森の近く。友好的なドルイドのサークルの本拠地。最後の一つはトールドライオクに近い洞窟のようね。共通点がない。なんとも奇妙な組み合わせね。で、どこから始めればいい。それは任せるわ。3カ所全てを調査したらここへ報告に来て。そういうことか。港にはジャカーン、洞窟にはカリーン船長、森にはベイレシアに行ってもらう。現地で落ち合って、あのはぐれ騎士たちについて調べてちょうだい。わかった。3箇所をすべて調べてから戻ってこよう。超越の騎士団がそこで何をしているのかはわからないけれど、ここのどこかで王族の手がかりが見つかるかもしれない。でも、気をつけてね。あなたほど有能な密偵を失いたくないから。大丈夫だ、任せろ。ゴンハローの巨像に何が起きたか見たか。ええ、見たわ。到着した時、ちょうど巨像の一部が崩壊するところだった。誇り高き男爵提督が倒れたのは悲しいけれど、私たちにはもっと切迫した問題があるわ。ゴンファローネ湾の巨像を悼むのは同盟の指導者たちの無事を確かめてからよ。そうだな、一応聞いとくか。超越の騎士団がそこで何をしているのかはわからないけれど、ここのどこかで王族の手がかりが見つかるかもしれない。でも気をつけてね。あなたほど有能な密偵を失いたくないから。うん、ここまでに分かったことを話し合おう。いい考えだわ。ではまず前提から。バカロ卿はここハイアイルで和平交渉を開こうとしているけれど、招待した上級王エメリックとアイレン女王、そしてイルンスカー王子を乗せた船は到着しなかった。超越騎士団が何らかの方法で関与していると考えられる。うん、そうだ。船長たちは嵐が船を沈めたと言っていた。超越の魔導士が嵐の魔法を使うことが分かっている。そうね。そして船長たちは超越の魔導士と超越の王の会話にブレトン貴族の鉛があることにも気づいた。うん、このはぐれ騎士団に資金を提供しているハイアイルの貴族がいるんでしょう。そしてあなたがナビール城からこの地図を手に入れた。覚えている。それにはエリア女公爵が超越騎士団に関係があると考えていた場所が記されていた。その通りよ。超越騎士団がまだ行方不明の王族たちを探していることは分かっている。そこから正しい方向へ進めるはず。地図上にある3箇所を調査してできる限り情報を得るのよ。何一つ見逃さないようにね。分かった。じゃあ調べようか、その3箇所を。